皆さんこんばんは、電の子天使チャンネルの電の子です。今回はジャンププラスにて連載されている看板作品であるスパイファミリーについての内容をお話ししていこうと思います。2022年4月よりアニメ放送もスタートし、今年の覇権アニメとして人気を博している作品になっていると思います。現在アニメ第3話までの放送がされました。第1話、第2話はほぼ原作通りで、細かい描写が調整される程度でしたが、第3話はかなり大幅に改変されていました。改編された場所などについては過去の動画で放送後に振り返っておりますので、ぜひ見てやってください。コメント欄でも私が見落としていた部分も追記してくださりありがとうございます。今回の動画はなぜここまで大幅に改編したのか、もちろんアニメとしてのクオリティを上げる目的があると思いますが、もっと様々な理由があると考えています。今回はそんな第3話ミッション3受験対策をせよがここまで大きく改編した理由について掘り下げていこうと思います。今後のエピソードについても改編される可能性が高いので、これからのストーリーを見る上で楽しめる要素が少しでも増えればなと思っております。ぜひ皆さんの意見などあればお気軽にコメントいただけると嬉しいです。電の子天使チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンププラス関係、異世界転生などジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、電の子も頑張りますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきます。改編された理由について項目ごとで考察していこうと思います。一つ目、原作のグレードアップ。まず単純に原作をグレードアップする意図ですね。過去に漫画や小説が原作としてアニメ化することは多々ありましたが、もちろん失敗する作品も多くありました。その原因としては様々な制限や予算の関係などで余儀なくされたものもあり、原作ファンを魅了することができなかったのは原因だと思います。ただ最近のアニメ化作品は比較的原作の人気度をそのままに再現されている、ファンを残念な思いにさせない作品が増えてきたのが現状です。アニメ化する作品のチョイスなどはファン及び人気度の把握も非常にしやすくなった時代だと言えるからかなと思います。そして今回スパイファミリーは相当な力が入っている作品のため、おそらくシナリオ構成の人間を含めコンセプトや追加描写など入念に多くの意見が取り入れられた作品だと思います。監督の古橋浩一さんの過去作品でも機動戦士ガンダムユニコーン、ジャンプ作品としてはルローニケンシンやハンターハンター、特に過去のジャンプ作品としてはある程度昔の作品になっても非常に再現度が高く評価の高い作品です。丁寧で演出に定評がある監督さんなので、まさに原作をグレードアップする上で監督含めスパイファミリーチームがブラッシュアップするための改編が丁寧であることは納得できますね。続いてジャンププラスの全面強化への意図というお話です。巷では週刊少年ジャンプからデジタルへの移行として、このスパイファミリーのアニメは意図を示していると考えられます。未だ週刊誌関係では一強である少年ジャンプですが、2010年約10年以上前からすると発行数もおよそ半分となっています。デジタル化の運びがある中で、鬼滅の刃、配給など人気作品の完結などの影響だけではなく、新たな媒体として変化が大きいのは間違いないと思います。そんな中、多様性を持たせている中で集英社が配信するジャンププラスは2014年から配信を開始し、その流れを組んできていると予想できます。そして今作スパイファミリーは看板作品として人気が高い作品をアニメ化するにあたって、ジャンププラス強化の意図があると思います。そして原作を改編している意味としては、より手軽にスマホのアプリで見れることから、どちらも気軽に見れて楽しめるコンテンツを完成する土台こそがスパイファミリーのアニメだと思います。なのでアニメでも少しリアルさを追求して改編することで相乗効果を図るための改編だと思います。続いてコンプライアンスの厳重警戒ですね。スパイファミリーは第3話で大きく改編されましたが、第1話第2話でも細かい部分で変更となっています。その部分が大きかったのはコンプライアンスの問題です。女性軽視発言だったりとか衝撃的な描写、昨今ちょっとしたことでも問題になると思います。少しでも気になる部分があれば改変し、問題が全く起こらないように対策を取るために改変されていく意図があります。スパイファミリーにおいては戦争をバックグラウンドとしているため、非常にタイムリーな話題となっています。おそらく現在の改変は今後も細かい描写でも違和感なく作られていくのだと思います。例えば第3話では冒頭アーニャが夜の家の中を案内するシーンがありました。この部分はより家庭感を重視する意図もあると思いますが、戦争的な描写を少なくして違和感をなくすためではないかとも言われています。様々な観点で今後展開を含めて丁寧に改編されていくと思われますね。最後に長期作品の目的としての改編です。今現在話数ごとでアニメも区切られています。原作は62話近くあるので、間の短編なども省いても50話近くはあります。スパイファミリーは1話完結のストーリーが多いので、できるだけ原作を消費するスピードを遅くする意図があるのではないかと思われます。要するに長期的な作品として今まで伸びた改編理由も含め確立していくのだと思います。もちろんここまでの人気度を考えると映画化というのも十分ありえますよね。
個人的にクルーズ船とか映画になるかもしれません。そんな感じでジャンププラス集英社を支える作品としてアニメも長期作品にのし上げる意図があるための改編だと思います。丁寧に描くという部分ももちろんありますが、より長く放送される作品として手を加えている可能性も十分にあり得ます。過去の人気作品をアニメ化するにあたって12話ワンクールで微妙なところで詰め込むなどの手法がありましたが、予算やタイアップ力を考えると原作ではなかった部分をより描写を膨らますことが今後ね、ふんだんに盛り込んでくることが予想できます。スパイファミリーの特性上、番外編などのアニメオリジナル回があっても違和感もなさそうなのも特徴の一つだと思います。今までありそうでなかった作品の特性を生かして今後もアニメ化も楽しみですね。以上の改編理由を考察してきました。ただ作品を良くするためではなく、この集英社ジャンププラスデジタル化にあたってスパイファミリーをチョイスし伸ばす意図があるのだと思います。おそらくスパイファミリーを知ってジャンププラスをダウンロードしたという方も少なからずおられると思います。おそらくそういう意図もあると思います。ぜひ皆さんのご意見考察もお待ちしております。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。